論理問題、実生活でありがちな問題をどう解く？では始めましょう。このように ABC と DEF の2組の車が狭い道で出くわしました。ちょうど路肩が広いところがありますが、そこには車1台分しか入りません。どうすればうまくすれ違えますか？では解説をします。正解例を示します。まず EF が後ろに下がり、 D が路肩に入ります。ABC が路肩を通り過ぎます。D が路肩から出ます。ABC が下がり、 E が路肩に入ります。ABC が路肩を通り過ぎ、 E が路肩から出ます。ABC が下がり、 F が路肩に入ります。 ABC が路肩を通り過ぎ、 F が路肩を出て完了です。